な乗ってるかい。俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る We are ぶっちぎりバトルハッカーズ。バトルハッカーズ。俺たちは恐れはしない、盗聴作戦。ああ、やってるやってる。この下品な攻撃してるのはやっぱしブレンドス突撃隊の連中だろうな。おらおらおら、グズグズするんじゃねえぞ。いいか、グズグズしてやると踏み潰すぞ。大将、このままじゃ全滅です。ほらほら、アルムのポンコツども出てきやがれ。大将、よし退却だ。隊員に撤退命令を出せ。撃て、撃ちまくれ。緊急連絡、緊急連絡。コボル国境においての奇襲作戦は失敗です。ロッドドリルの指示によりシルバーウルフは退却しています。負傷者はいない模様。一体どうしたっていうんだ。これで3度続けて奇襲作戦の失敗だ。どう思う、リム。3度続けて作戦行動を見破られる可能性は 2% しかありません。どこかで情報が盗まれていると考えるべきでしょう。盗む？でもどうやって？今回の作戦を含めて3度とも作戦指令はクリスタル地区の回線を経由しています。おそらく何者かが高性能の盗聴装置を用いてコンピューター回線に侵入しているものと思われます。ここは非戦闘地区だ。ブレンドスのスパイ活動があったとしても不思議ではない。クリスタル地区ってのは非武装条約が結ばれてる平和都市で、ここの中での戦闘はどちらの兵士にも禁止されてるんだ。さすがのグレンドスの連中も手を出せないでいるところさ。コンピューターリムは地球からの訪問者を戦いに巻き込む前と考えて彼らをこのクリスタル地区に行かせたってわけなんだな。いやだけどもともと血の気の多い連中だからどうもここの雰囲気には馴染めないでいるみたいだぜ。ちょっと静かにしてよ、頭が痛くなっちゃうわ。リアはロックより行進曲の方が好きなのさ。銃声とか爆弾の破裂する音の方が感じるって噂もあるぜ。静かね。
ほんの少し離れているところで戦争しているなんて思えないわ。まったくだぜ。みんな一体何してやがんのかな。みんなって地球人め、こんなところにいたのか。おい、地球人が外に出るようだったらすぐに連絡をしろ。ヘル・ディラン。こう何にも起こらねえんじゃ退屈しちまうよ。あ？へえ。ひょー、イカスじゃん。バイクに興味があるのかい？まあな、なかなか決まってるじゃんか。興味があるんならもっとすごいのがずらりと揃っているところに連れてってやるぜ。乗りな。ちょうど退屈してたとこだ。オーケー、付き合うぜ。イエーイ。一方こっちはバトルハッカーズ。リーダー格のアルジェタンに率いられたバリバリの落ちこぼれ部隊。この部隊に編入されて間もないプロトラックとマッハブラスターはどうもまだこいつらに馴染んでないみたいだな。しっかりやってちょうだいよ。どうだい、空から見る俺っちの走りは。お世辞にも決まってるとは言えないぜ。軍閥に決まってんだろな、シーリー。ああ、まあね。よし、バリバリ行くぜ。てめえ、邪魔すんじゃねえ。なんだこいつは、頭あるのか。なかなか飛ばすのがいるね。あら、アキラじゃないか。ちっ、まあ、いいか。これまた随分汚ねえとこだな。なんだよこの変なおっさんは。おっさん、なんか用でもあんのか俺に。何しやがんだ。フレンドス保安隊のキズン様だ。言葉を慎め。何、フレンドスだと。なかなか気の強そうな小僧だな。ガンつけ、これなら我々のためにいい働きをしてくれそうだ。どういうことだ。お前はフレンドス保安隊の一員としてアルゴに侵入し、こちらに情報を流すのだ。冗談じゃねえや。俺にお前たちの犬になれっていうのか。お前に選択の余地などない。断れば死ぬだけだ。たった今この場でな。さて今日はもう寝るか。ああ。 おい見ろ、アルジェタンだ。ん、どこだ。さあ今日の宿はこのホテルだ。おい、交戦中にこんなところでのんびりしてていいのか。焦るな、マッハ。戦いはこっちの都合に関係なくやってくる。たまには野宿からホテルに昇進ってのもいいもんだぜ。わかんない。
グレンドスの兵士は狙いが甘いな。アルジェタンの首を取って名を上げようとしたんだろうが、バカなやつだぜ。気がついてたか。いや、恥ずかしながら気がつかなかったぜ。やつらはみんな気がついてたみたいだ。しかしホテルでゆっくりもこれでパーだな。そんな気がしたんだ。ちょっとちょっと、何よあんたたち、一体どういうつもりよ。ここが非武装中立地区って知ってんの。行こう。これ以上ここにいると面倒なことになりそうだ。ハッカーズ、レッツゴー。もう何なのよあいつら。バトルハッカーズか。こんな時にどこ行っちまったのかな兄貴。まったく勝手なんだから。これはスキッドシステムといってな、本来我々の頭にしばしば発生する余分な磁気を取り去るための機械でな、どうやらお前ら地球人の頭にも使えるみたいらしいんだな。不思議なことに蘇生組織は全く違うのに、脳中枢部への伝達機能が我々の脳と非常に似ているんですからな。このセンサーのレベルを上げて使用すると、我々でも一定期間の記憶を失っちまうことがある。記憶をなくしたところで、丁寧に私が新しい知識を与えて差し上げよう。お前は我がグレンドスの目となり耳となるんだ。くしょう。緊急指令、緊急指令。ホワイトサンダーおよびシルバーウルフ隊はコボルの西方100キロ地点のグレンドス補給基地に奇襲攻撃をかけてください。今度こそうまくいってくれよ。アルゴの奴らに証拠りもなく攻撃を仕掛けてきやがった。早速本部に報告だ。エルティラン、よし、退屈しのぎに一暴れするか。場所はあそこだ。あそこはさっきアキラが入ってったとこじゃねえか。どうせボロチービルだ。取り壊してやろうぜ。そいつは面白い。イエーイ。化石超人のヘッダー、アバラ、レッガー、そしてティルダ、バトルハッカーズの荒くれ野郎たちだ。4人が合体すると無敵のパワーを発揮する合体ザウラーとなる。オラ、お前らもやらんかい。一体何が。俺たちは町の清掃係よ。お前らこのビルと一緒に灰になりな。やろう。もう手にぶち割ってやるぜ。貴様、みんな手を出すなよ。
畜生、頭がガンガンするぜ。しかし、あいつらどこへ行きやがったんだ。あいだ、あ、あ、ありゃあ、たまりやがれ。やるじゃねえか、キズン様。やりよったな。くそ、死ねえ。な、何なんだ一体。しかし、どうしてあんなところにいたんだ。いや、ちょっとね、でも偶然だったな。おっと、最後の掃除を忘れてた。どこにあるもの奴らがいると言うんだ。しかし、クリスタル地区からの報告では確かに大変や、裏書かれた。奴ら、ブラッドの東のこないだ落としたばっかりのエネルギー貯蔵庫に集結してるで。くそ、バトラーカズメ。突撃だ。敵襲、アルゴ軍だ。畜生を覚えてやがれ。なあ、いいだろう。俺も連れてってくれよ。俺はもう決めたんだ。この星にいる限り、あんたたちについていくってな。バトルハッカーズは自由な集団さ。おっと、いいのかね、アルジェタン。このアキラってやつは元気はいいけどトラブルメーカーだぜ。後で後悔しても知らねえよ。じゃあまあ、グッドラックってとこだな。アキラに負けじとドリルクラッシャーとホイールマンたちがついにバトルハッカーズに入隊する。次回マシンロボぶっちぎりバトルハッカーズ、ジェットライザー全弾発射。